ポリポリ深掘り、歴史をポリポリ、アントネシアがね、踊る授業シリーズ、深掘りのダーン。おー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 さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあ、あ、なんかいろんな部品が落ちましたけども、何なんですか、もうやりましょうか。歴史の深掘り動画ということで、ちょっと過去のね、ネタをちょっと深掘り動画見たいという声も、今までの授業シリーズの、はい、そうそうそう、それをやっていこうと思います。じゃあ今日はですね、はい、おののいもこでございます。はい、結構前ですね、おののいもこを出したのね。5年前だね。ですか、もう改めてという形で、そう、改めて深掘りという、ありがとうございます。まあ、小野の妹子、ね、607年なんですけど、はいはい、文献がほぼほぼございませんっていう状況の中で、1400年ぐらい前ってことですね。そうだね、だいぶ前。めちゃくちゃ昔ですからね。めちゃくちゃ前。まあ、なかなかちょっと記録とかはね、ちょっともしかしたら、ね、そうよ、そもそも、初めて遣隋使行ったのも妹子じゃないのよ。ああ、なるほど。そもそもが、あのね、600年にね、一発目行ってんの。で、相手にされなかったのよ。一発目が。なるほど。ほう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 。で、相手にされなかったから、日本初期に、あの、607年、遣隋使行ったぞって言ってるの。だから、日本が、あの、なかったの。農家に。相手にされなかったから。なるほど。どうぞ。まあ、だから、まあ、代表的にしたら、まあ、小野の妹子で間違いないんだけど、はい、まあ、一発目ではないよ。第2回遣隋使という形でございます。はい、まあ、それで、まあ、607年、まあ、聖徳太子に、あ、ね、太子さんに選ばれまして、妹子行けと頼むから行ってくれる、向こうの文化とかちょっと学んできてくれへんか言うて関西人が関西人いや、ある意味関西人か、都、あっちの、ある意味そうかもしれないけどで、まあまあ選ばれまして、はい、小野の妹子、うんうん、で、3ヶ月間船に揺られていくのを私、妹子ですと。当時の船、はい、どんな船かと言うと、ほうほう、うんうん、結構大きさ的にはね、あったらしいよ。30メートルぐらいの、あの箱みたいな船だったらしいよ。箱もう、ただ本当に水の上に浮かべてるくらいな感じで、もう風任せだったらしくてで、しかも乗ってんのが一隻100人ぐらいの超密の状況で、密ですね、箱に乗ってで、だから3ヶ月間っていうのはまっすぐ行かないから、あー、風なんかせいです、ね、そう、しかも待つ時間もめっちゃあったんだって。多分箱にちょっとしたなんか布がこうあって、ちょっとした布、ちょっとした布があったんちゃうかな、帆船みたいな感じなんです、ね、だと思う。なるほど、うん、そうで、布があってやって、こう海にな、はい、いて、ちょっと風吹くまでちょっと飯でも食うか、あ、本当に風なんかすよ、うん、で、食って、来た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 、100人がバーって乗ってくんだよ、風任せで行って、たまに戻ってくるみたいなことがあったんだよ。えー、なるほど。うわ、ダメやったってなってでも、まあまあ、うん、まあ、苦労はするということか、当時も。ただこれ、水路だけじゃないから、今想像してるの多分、朝鮮半島についていくって想像してる。そうですね。違うの、風に流されて、中国大陸の下の方に着くときもあるんだよ。そっから、また歩いて、都を目指さなかった。そうか。めちゃくちゃ時間かかる。だって、ろくに地図はもしかしたら、この時。うわ、ないかもな。どうなの、人伝い、都どこですか言うて、あ、来たんですけど。もうそんな感じか。そうか。その可能性もある。まあ、でも3ヶ月かかるってことは、うん、そういうことですよね。そうだね。海だけでこの時間はかかんないでしょう。そうそうしました。もう、だから大変よ。その、だいたい4隻ぐらい同時に。ね、あ、ほうほうほう、行くらしいんだけど、一隻100人以上乗って、なるほど、ほうほう、で、その時国の意向は、あ、一隻くらい戻ってくれよみたいな、そんな感じでやってたらしいの。あー、なるほど。こんな爆地だからね戻ってきたらラッキーみたいなそうか、だって一旦帰ってこなきゃいけないわけですよ。そう、戻ってこなきゃいけないから、また3ヶ月くらいかけて、そう、うわ、
大変だこれ。そうだからみんなテンション高くなってやってらんないよ。ずるいずるいってやってらんないわけよ。しかもさあ、その小野妹子もちょっと隋も何をしてこれと、うん、これはもうその隋の皇帝にこの手紙を渡せと。そしたらね、うん、めっちゃキレられるの。日本からの手紙を受けて。そうそうそう。その手紙に何て書いてあったんだっていうと、はい、めっちゃ簡単に言うよ。日が昇るところの王様が日が沈むところの王様に送りますって言ったのよ。で、日が昇るところっていうのは日本のことね。はい、はい、で、日が沈む国っていうのは中国。だからこれ対等にちょっとやりませんみたいな感じで言ったら見切れたの。まあ、ちょっと失礼というか ね、うん、でこれ誤解されてんのが、はい、あのこの皇帝が怒ってんのは、はい、日が昇ってるって言って日本の方が高くてこっち低いって言ってんだかわいっていうふうに捉えられがちなんだけど、これ違うらしくて、はいはい、簡単に言うとその中国の考え方で、日本の王が、中国の王に送りますって言ったら王を作るよっていう怒り方だったらしい。ほう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 。そこに切れたらしいのよ。あ、そうなんですね、うん、だからもう怒ってるとちょっと違うか、これ間違いがちだから、こう要チェックポイント。なるほど、せっかくこれがあるのに要チェックだからね。あ、まあそうか、王は一人だということそうみたいな、まあ、天使っていうね。でもこれ日本切り込んだわけじゃん。そうですね、クイッといったわけですよ、うん、強気の外交ですね、うん、これそう、うん、これすごいよ、聖徳太子、うん、この頃隋ってあの百済とか朝鮮半島に敵がいたから日本相手にできなかったんだって。あ、もう手一杯なんだ隋は。だからこれ多分聖徳太子の先見の目があるからね、これ多分言っても大丈夫ってなって、うん、そうやってちょっと対等ですよって言って隋を敵対しないような形で対等に文化を持ち帰ることに成功した。だからすごいよね、聖徳太子はね。これは賢いですね。まあまあ、だからもう皇帝は怒ってますわ、うんうん、怒ってますわ。でその手紙をね、うん、妹子さんに渡すわけよ、重要な手紙。なるほど。で責任重大ですよ、妹子さん。いや、そうですよね。これね、隋、うんうん、の皇帝からの手紙を受け取ってますから、うん、これを、ね、日本にちゃんと持ち帰らなきゃいけないわけですよ、うんうん、で、帰りまた船に乗っちゃいますよ。乗っちゃって、帰っちゃって、行っちゃって命がけですから、ね、命がけですから、ね、まあ、ずいずいって言わないやってられませんよ、これ。さあ、日本に着きました。はいはいはい、うん、日本に着いたはいいものの、うん、怒りの手紙発信、うん、どこにもない、どこにもない島流しの妹子です。妹子さんの手紙とかもおなく死んでる場所なくしてしまったんですね。なくしちゃったんだ。これどうしたん。これだから朝鮮半島百済にいるときに奪われたみたいな、うん、あ、漢字残ってるんだけど、はいはい、だけどこの妹子が島流しになってるわけよ、はい、もう結構あるの滞在じゃない。そうですよね、うん、この後妹子復活して最高官位まで出世してんの。これだからちょっとまことしやかに言われてるのが、わざとなくしたことにしたんちゃうか、だから手紙内容見てませんよみたいな感じにしちゃって、日本がもう都合よく中国とこう関係を持つために外交の手段だったんじゃないか、テクニックとして。だから日本なんか責任ちょっと取ってくれなーって言って、ちょっとだけ島流れてくんないっつって、こう制裁上のみたいな、そんな説もあるの。うわ、だとしたらこれすごいね、すごい。だまあその後だって最高会まで行ってるし、また行ってるし、ついにあの手紙なくしてるやつが悪い人がどいつみたいな。で、しっかりこっちで文化を取り替え、吸収してきて、うん、国家という礎を作ったのは本当この妹子がいるからだと、おかげだと、そんな感じでございますね、妹子さん。そんな妹子さんでございますけれども、うんうんうん、今度ちょっとパーソナルな部分といいますか、はいはいはい、よく誤解されるんだけど、小野の妹子っていう名前からね、うん、やっぱ女の子って思われること多いわけですよ。まあそうですね、妹子っていうと、なんか、はいはい、けどこの時代子がつくのって男子の名前なんですよ。ほうほう、はい、まあ聞いたことあるから、鯖の馬子とかもそうだし、うん、だから子っていうのは何をみたいな、よしおみたいな。まあ、簡単に言うと、うん、そうですね。そう、あ、そうなんだ、じゃあそんな変な名前じゃないねって思うんだけど、おいおい、あのね、妹が怪しいんだって。もう妹っていう字を、はい、もう男子に使わないんだって。
まあ、確かに女編の文字ですからね。だからその女性を指すときに使うのがこの芋っていう字だったらしくて、ああなるほど、これ謎なんだって、なんでこの字使ってるのと思って。でそんな中芋子さん、なんとただただお花が好きなだけなんだって、角を作った人かもちょっと言われておりましたけど、オカリナガニ将軍的な感じでしょうかね。なるほど、カリスマ的な稼働家。そう、稼働家ということで。そうですか、なかなか使わないですよ、そっていうことは。なかなか使わないですよ、稼働もそうですから。ね、で、このエグスプロージョン的な解釈でございます。はい、小野の芋子さん、妹という字を使っている。うん、そして、この稼働のそっということで、はい、ちょっと女性的な方だったんじゃないかと、そんな憶測をちょっと立てまして、はい、そう考えると、俺の絵の方全部面白くなってきます。船乗る時も行くわよ。ボーンって。ちょっとだけ強めのキャラがあるんですね。そうそう、ジェンダーレスの全部ね。いや、まあ、よっとしたらこうね、お姉だったのかもねっていうところなんですけれども、まあ、もちろんね、名前と、まあ、そのカードっていうね、その女性的なイメージからこう想像して、まあ、名前もね、現代ではね、コンビというのは確かに女性にしか使わないんで、あれだから、そうですね、そう考えると、この小野の芋子っていうキャラクターが歴史上でもすごくキャッチーな、よりキャッチーなキャラクターになっていくんじゃないかなと私は思いますよね。行くわよはないと思います。船を運ばしながら浜走りながら行くわよーってこう後ろも全員分かんない、あーって言って分かんないから昭和海岸じゃないんだから、そんなこんな感じで波打ち際まで行かないと。あ、そうですか。だからもう隋の皇帝は何かとんでもないやつかなっていう。いや、そうですよね。そうまあまあまあ、いやー、お会いしてみたいな、この人は、ね、まあ、これもまあまあ、ちょっと歴史をね、楽しく覚える一個のやり方だと思うので、うん、なんか好きなようにキャラクターつけて覚えていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日は小野の芋子でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。